ございます。今日は、3月14日今1時24分です。また朝からじゃなくてごめんなさい。まあ結構早く起きて、今日はかなり早く起きたかなっていうのも、昨日なんだっけ、時差が1時間早まったので、時差が1時間早まったというのが、サマータイムが始まって1時間繰り上がったのね。だから1時間本当早く起きた感じになってるんだけど、まあアリゾナに行くとサマータイムとかもないので、まあ、ちょっとねこれから1時間どうせ早くなるから、なるべくこう体を慣らしとこうと思って、早く起きて、はい、でちょっといろいろやってました。で、昨日もね、ビログでお伝えした通り、ここにあったものはもう全部ないので今日は月曜日なんですけど、今日することって正直もうあんまりないのね。っていうのも、もう明日火曜日でしょ、もう明日に全部今残ってるものも箱にバッて入れて持ってっちゃうし、あとは明日そのソファーとかそういうのもこう解体するし、解体するのソファーだけだからさ。で、ここに相変わらず乗ってる上のガラクタたち、掃除用品とか、この辺をちょっときれいにしようかなって思うんですけど、あとはまあ全体の部屋の掃除があるんで、まあ忙しくないと言ったら嘘なんですけど、まあそうですね、まあちょっとゆっくりやっていこうかなと思います。これからが本番なのではい、ということで、まあ、とりあえず朝ごはん、お昼ごはんか、朝ごはん食べたか、お昼ごはん食べていきたいと思います。ちょっとこれから、今日はですね、お友達と LA から来てるお友達がいるので、これからお茶して、今時間4時ぐらいかななんですけど、これからちょっと、まあそんなに彼女も時間ないみたいなんで、少しだけお茶して、最後にね、お別れっていう感じでもないけど、まあ、全然会えるけど、またとりあえず行く前にね会おうと思って、はい、ということでお茶しに行ってきたいと思います。お家帰ってきました。全然ビログ撮ってなくてごめんなさい。結局スタバに行って、 LN から来たこうお友達と会って、で彼女はねちょっと予定があったのですぐ帰っちゃったんですけど、その後、エミちゃんともう一人の友達、全然記憶が曖昧でごめんね、もう一人の友達と会ってスタバでずっと、いろいろトークをしてね、本当は早く帰る予定だったんだけど、まあみんなが同じ時間に集まってくれたおかげで、まあ、ちょっと長くいることができました。はい、でこれから夕ご飯を食べようと思うんですけど、今日は先生のお母さんが昨日パックしてくれた、これはカンパオチキンっていうのかな、鶏肉の中華炒めみたいな感じのやつ、これを食べます。で明日の夕ご飯まではここで食べるんだけど、まあ特に決まってないので、まあもしかしたら食べに行くかもしれないし、まあ明日のこと特に気にしてないので、はい、そんな感じでとりあえずいただきたいと思います。ご飯美味しかったです。ただちょっと急いで食べなきゃいけなくて、っていうのも今多分8時半ぐらいなんだけど、これがダイソーに行ってきます。でアリゾナにダイソーがないのね。で今はねダイソーいろんなところにあるから、例えばなんか欲しくてもすぐ買いに行けたんだけど、ダイソーがなくなっちゃうので、そういうなんていうの、必要なものとかがなかなか買えなくなっちゃうのね。だからちょっと行く前に必要なもの、まあなんかなんだっけ、食器洗う用のスポンジとか、私は日本のが好きなので、まあ、そういうのをね、買っていこうかなと思うので行っていきたいと思います。ダイソー、とりあえず使えそうなキッチン用品と洗濯のネット、あとこれお弁当用にシリコンのカップ入れました。お家帰ってきました。さっき買った購入品を紹介します。100均のね、まず最初これは、突っ張り棒、テンションロッドっていう突っ張り棒なんだけど、これ多分300円じゃない、200円のものなんだけど、アメリカで買うとなんと3ドルします。でもこのダイソンのやつ好きなのでダイソンのやつ買いました。と、ドアストッパー、これは新しい
新居に引っ越す時とかに使えるので、2way のやつ、こういう風にもできるし、こういう風にもできるみたいな。で、ここにかけとけるんだけど、まあかけないと思うけど。ちなみに英語でいろいろ書いてあります。で、あと洗濯ネットを一応のうちの親に今度送ってもらうのに頼んだんだけど、今はちょっとないので2個かな3個買いました。これ丸いやつ、すぐね、これね、アメリカの洗濯機で使うとすぐビリビリになっちゃうから、とりあえず、まあ、あって困ることはないので、この丸型のやつと、あとこのドラム式洗濯機用のやつ、多分二重になってるのかな、このこれに二重になるっていうか、こう大きいやつね、これをもう一つ買いました。で、これ、ボディタオル、これはお風呂で使うやつ、これ先生ので、これは私のです、はい。で、キッチン用品なんですけど、まずはスポンジ。この間はこれ大きいの買ってたんだけど、もう一回り大きいやつ、ちっちゃいのにしました。ちっちゃい方が量も入ってるし、まあ、ちっちゃいの可愛いかなと、そんなに大きくなくてよかったなと、なので2つ買いました。あとボール、ステンレスのボール、これ持ってなかったのね、ステンレスのボール。今ガラスのボールしかなくて、いつもなんだっけ、プラスチックの和風のやつ、ご飯食べる用のボールをたまに使ってたので、これ1個あると便利だなと思って買いました。まあ、これはなんか IKEA とかにも売ってるから、とりあえず1個だけ買いました。で、他はこのボトルを洗うくるくるのやつ、くるくる回るボトルを洗うやつ、スポンジのタイプのやつですね。これ回転式って書いてあるけど、はい。で、あとさっきも言ったけど、お弁当用のシリコンカップですね。これはまあお弁当もしかしたらこういうの使わないかもしれないんだけど、前から欲しいなと思ってて、紙じゃなくて使用、あと繰り返し使えるからいいなと思ってて、電子レンジもオーブンも大丈夫みたいなんで買いました。お菓子作りとかにもね使えるからね、はい。で、あとこれ100均で売ってたんだけど、ひんやり枕、ここに真ん中のところが保冷剤になってて、周りが空気入れられてエア枕になるやつらしいんだけど、まあ別に空気入れないでそのまま冷凍庫に入れて冷やして、夏とかはアリゾナすごい暑くて、砂漠なのでね、暑いので、まあちょっと助けてくれるかなと思って、これ105円っていうか1ドル50だったんで2つ買いました。まあ風邪ひいた時とかもね使えるので、はい。で、あとはパッキング用のこの布テープ、うちこれ今使ってないんだけど一応買っときました。他のものにも使えるしね、今ビニールのやつ使ってきてね、こっちの方がまあ耐久力とか多分いいと思うんで、これとあと両面テープが2つ、これはうちライト上に見えないと思うけど、ここに今ライト貼ってるのね、テープのライト、コストコで買ったやつなんだけど、両面テープで貼ってるから、それが取れちゃうと使わなきゃいけないので、両面テープ新しいやつ、はい。で、あと先生がこれ個人的に欲しかった透明の仕切り付きのケース、こういうやつ、まあ、これは何に使うかよく分かんないけど買ったみたいです。で、最後なんですけど、これなんか全然買うつもりなかったんだけど見つけたので買ったんですけど、ちょっと私もね、いいやつかどうか分かんないんだけど、たこ焼きソースと、あと普通の中濃ソース、これ両方とも1ドル50だったので、あ、いいじゃんと思って、たこ焼きソース多分買うと、まあこのブランド私分からないので分かんないんですけど、味とかも分かんないんですけど、普通にまあこの下買うと大体3ドル4ドルぐらいに多分しちゃうと思うのね、とかまあ1ドル50だしいいかなと思って、でこれも同じサイズで、中濃ソースだからとんかつとか、まあ、コロッケとかそういうのに使えるし、なんかいろんなのに使えるかなと思って、はい、買いました。以上です。はい、ということで、今多分時間が9時過ぎかな、9時半なので、今日はちょっともうちょっと片付けてから寝たいと思います。調味料とかもう全部しまっちゃおうと思って、多分明日料理してもお昼の
私のお昼分ぐらいかなと思うので、一応お鍋1個だけ取ってラーメン、冷凍のラーメンがあるのでそれ食べようかなと思います。はい、こんな感じかな。あとはそうだな、まあ特になんか変わったこととかもまだないので、まあまた明日もうちょっと綺麗になってるとは思うんですけど、部屋ももうちょっと綺麗にしないといけないので、はい、そんな感じです。ということで今日のビログはこの辺で終わりにしたいと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。